オスカー・シャーマン議法ドはアメリカ合衆国の政治家、弁護士。所属政党は共和党。ダコタ順州選出のアメリカ合衆国内議員を2期務め、サウスダコタ州設立後、同州初のアメリカ合衆国会議員となった。インディアン専用の精神病院で不適切な入院と劣悪な環境で問題になった、ハイアワサアサイラムの初代管理人を務めた。 ギフォードは、ニューヨーク州ジェファーソン郡、ウォータータウンで生まれた。南北戦争では北軍に参加していた。1871年10月に、ダコタ準州林カーン郡関東に移り住み、弁護士事務所を開業。林カーン郡の地方判事、関東市長、サウスダコタ州憲法会議議員を歴任した後、1885年から、会員大議員を2期務めた。 ダコタ順州が分割され、サウスダコタ州が誕生すると、サウスダコタ州には、会議員に議席が配分された。1889年、同州初の会議員選挙が行われ、ギフォードは、前州選挙区のシート B に選出された。ギフォードは、翌1890年選挙には出馬せずに、弁護士活動を再開させ、政界から離れた。 1913年1月16日に、関東で死去し、同地のフォレストヒル墓地に埋葬された。ギフォードは1901年から1908年まで、関東に建てられたインディアン用の国立精神病院の初代管理人を務めた。ハイアワサーシャイラムは、当時唯一の国立精神病院であった、セントエリザベス病院の過密状態の解消や、 インディアンの精神疾患患者の医療アクセス向上を目的に設立された。アサイラムを計画したのは、1899年当時、上院インディアン委員会の委員長を務めていた、リチャード・ F ・ペティグリュー上院議員であったが、人道的目的というよりは、関東の雇用確保と、幼稚利用という目的が大きかったとされる。e ヒッチコック内務長官は、 専用の精神病院を作るほどインディアンの精神疾患の患者が多くないことなどを理由にアサイラムの建設に反対していたが病院の建築費4.5万ドルが含まれた予算案が可決され建設が決定した。なお、この時ギフォードは土地取得のための法的手続きを行っている。ギフォードは1901年に建設途中だった。 ハイアワサアサイラムの管理人に就任した。アサイラムには全国各地のインディアン居留地から精神疾患の患者が集められたが、劣悪な環境のために多くのインディアンが亡くなった。また、1929年になってインディアン事務局に行われた調査によれば、患者の中には精神疾患の兆候が見られないものもおり、患者の精神診断記録はほとんど残されていなかった。 ことが分かっている。ギフォードが管理人を務めていた際にも精神疾患患者ではないインディアンが入院していたようで1909年頃にはあらゆる種類の不良者の避難所と呼ばれていたとされる。1908年、インディアン事務局局長のフランシス・イ・リュープによってギフォードはアサイラムを解任された。解任のきっかけは1906年に起こった患者の妊娠事件であった。 アサイラムに入院している若い女性患者が他の男性患者によって妊娠させられ病院内で出産していた。生まれた子はスーホールズの孤児院に預けられたがこの一連の事件をギフォードは隠蔽しインディアン事務局に対して報告しなかった。その後、リュープによって極秘調査が行われ患者に適切な衣服や食料を与えておらず、 おとなしい患者を長時間監禁するなどの不適切な措置が行われていることも発覚し、ギフォードは管理人としての責任を問われ解任された。その後、1929年になってインディアン事務局によってアサイラムの実態調査が行われ、暴力的な運営方法や医療環境の不適切さなどが問題視された。アサイラムでの年間あたりの死者は4人であったが、 その患者の死因の多くは結核であった。また、梅毒に感染しているのにもかかわらず、治療されないまま放置されている患者もいたという。同報告書を受け、インディアン事務局は患者を他の施設に移送し、ハイアワサアサイラムの閉鎖するとの決定を行ったが、サウスダコタ衆議会によって、運営がそのまま続けられた。1933年にアサイラムは閉鎖されたが、 1902年から1934年までの運営の間、50の部族から300人以上のインディアンが入院し、うち120人が亡くなっていたという。ありがとうございます。